日本群馬県紀流市末広町末広町は群馬県紀流市の町名である。面積は0.09平方キロメートル。郵便番号は376-0045。紀流市の中部に位置しており、両毛線、渡らせ渓谷線の紀流駅とその北口一帯を占めている。宮前町、筒美町、波町、元宿町と共に紀流市外白区に属する。東部は本町五丁目。 六丁目に、南部は共江町一丁目、二丁目に、西部は宮前町二丁目に、北部は永楽町にそれぞれ接する。東西方向に末広町通りとかに川通りが、南北方向に新川橋通りがそれぞれ通じている。群馬県道3号前橋大間間気流線となっている、末広町通りに沿って東西に、アーケード商店街が形成されており、沿道には飲食店や、 医療品店など専門店が軒を連ねる。がに川通り周辺は、かつて飲食店街だったが、気流駅周辺土地区画整理事業により、風景が一変し、現在では、保健福祉会館や地方合同庁舎が立っている。なお、ファミリーマート気流末広町店付近は、かつて末広町だったが、区画整理により、住所が変更され、もえ町となっている。 かつての元宿村の一部にあたる。1873年に今泉村、堤村、元宿村、村松村が合併して安楽戸村となる。1889年の町村静止校により、気流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して気流町が発足、安楽戸村は気流町の大技の一つとなる。 1921年の市政志向を経て、1929年に大技が廃止され現在の町名である末広町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 東日本領毛線、渡らせ。 渓谷鉄道桐生駅長の東西を、群馬県道3号前橋大間間桐生線とかに、川通りが、南北を新川橋通りが通過。ありがとうございます。